かんです。まりてんです。ごはんです。はい、ピンクとソファー、はい、ソファー、そう、私今日存在禁止。そうなんですよ。しかもさ、座った時のラインがさ、マジソファーなんだ。確かに全部肩のここの位置が合ってなってますね。次はミスってます。はい、今日トークテーマが生理についてです。あ、なるほどなるほど。まあまあ、このお仕事をしてると、うん、結構こう生理ってめちゃくちゃこう関係してきて、生理が来ると出勤できなくなっちゃうこともあるし、生理によってお客さんの信用を失うこともある、うん、そうですね。もうね、一番嫌なのはね、あの接客中に生理が来て、うん、お客さんにあの出血のところを見させちゃうみたいな。本当に男性からしたら生理って本当にわからないもんだからこそ、ね、生理って言っても引いちゃうんですよね。赤い血なんてね、こうベッドにパッてなったら、ね、生々しいですからね、なっちゃう方もいるのでね、うん、うまく付き合っていかないといけないと思うんですよ、うんうん。まず、生理コントロール、うん、結構気をつけてましたか、うん、という。そうですね、私の場合はもうピルを飲んでいて、ピル飲んでいればね、うんうん、いつ自分が生理が来るかっていうのが分かるので、うん、そこに応じて生理休暇を取るっていう形でね、うん、その生理休暇取ってる時に例えば旅行に行くだとか、うん、あえてちゃんと自分の中でお休みっていうのをね、うん、やるのもピル飲んでいたらしっかりとコントロールができるので、うん、ピル飲むのおすすめかなと思いますね、うんうんうん。私も実はピルを服用していて、うん、今もそうなんですけど、結構デリヘルってなると、まあ、ピルって別に行為的には必要ないじゃんってなるんですが、まあ、確かにやっぱり当日欠勤したくないので、うん、ちゃんとコントロールをしてスケジュール管理して、でシフトも出したいしきちんと、うんうん、でなるとやっぱりピルっていうのが一番便利なのかなっていうのと、うんうん、まあ、デリヘルでも 0.0001% は危ないと思ってるんですね。いや、間違いないですね、うん、そうなんですよ。妊娠の可能性があるなら飲んだ方がいいと思ってて、男性がこう射精をした後になんかその手ですぐに手間を始めたりいる。そういう人本当にいる。いや、あなた今その手みたいな、この手が付着してるよみたいなとか、なんかお風呂場でとか、はい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 、ちょっと怖いなって思うんですよ。恐ろしいですよね。そうなんですよ、うんうん、万が一でもその1回で妊娠してしまったら、うん、今後そのお仕事どうなっちゃうの、うん、みたいなところもあるので、まあ、安全のため、あとはそのスケジュール管理のために飲んだ方がいいんじゃないかなとは思ってはいます。そうですね、うん、でもね、こう生徒交わるってなったら絶対リスクはありますからね、うん、でどんなにね、やっぱりね、ホルモンバランスが整ってて、うん、生理周期が分かっている人でも、うん、絶対そうやってね、確実の 100% はないですから ね、うん、ね、もちろんね、ピル飲めないやみたいな方もいるので、うんうん、大切に合わせてっていう感じだとは思うんですが、うん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 、でですよ、うん、で、うん、生理出勤したことありますか？はい、あります。早いにあります。早いな、私もあります、うんうん、ですよね、あります、どうしてもね、あの来ちゃった時に予約が入っててとかあるんですよね、うんうん、もう次のホテル入ってるとか、そう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 、いや、ちょっと、みたいな、ちゃんと管理してるつもりでも、うんうん、でもあの仮に飲み忘れちゃった時とか来ちゃうんですよね、うん、そう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 、不正出血ありますからね、うんうんうん、あるのでね、うん、その時はもうね、海綿さんっていうね、はい、ちょっとお助けグッズにちょっと頼っちゃうっていうのがありますね、はい、生理来てるんだけど、お客さんにはバレなくするグッズっていうものが、うんうん、実は今日ね、もう来ております、こちら、おお、こういう感じのものですね、うん、まあ、ただ前提として、うんうん、生理での出勤、うんうん、推奨はしておりません。全くしないですね。はい、やっぱリスクがあります。まあ一番はやっぱお客さんに気づかれてしまって、うんうん、なんだみたいな。なんかここ入ってるって私言われたことありますからね。指入れして、引っこ抜いた手に血がついてたとか。結構あるんですよ。あと、匂いとかは防げなかったりもするから、ね、やっぱお客さんのことをフルのパワーで接客をするっていうことを考えると、うんうんうん、生理はちゃんと休むっていうのが基本だとは思います。そうですね。あと、まあ自分の体の面もね、考えてあげると、うん、生理中でどうしてもね、膣内がすごいデリケートになってしまうから、そもそもね、やっぱ生理皆さん体調ちょっと悪くなると思うんですよ。気持ちもブルーになると思うから、ね、きちんともう諦めて休むっていう方が長い目線で考えた時は絶対にいいっていうのは大前提に置いておきながら、まああるじゃないですか、そ、必要な時、はい、このグッズをね、使ってあげればね、いいってことですよね。まあとはいえ、海綿なんて一般の人知らないと思うんですね、うん、あー、確かに確かに、知ってました？だって海綿って、いや、私海綿っていう言葉自体が知らなくて、うんうん、生理中にやる時にグッズなんだっていうことで、もともとそういうグッズだと
思ってたんですよ。はいはいはい、はい、由来は違うんですよね、これ。あ、そう、なんか普通に多分これ、うん、薬局とかに行くとお化粧コーナーとかに置いてありますよね。ファンデーションのスポンジ代わりで一般の人は使ってるっていう。あ、そうなんだって初めて知りました。私普通にあのなんかスポンジコーナーにあるから、うん、あ、そういうものなんだってなって、うん、で業界入って初めて、うん、あ、ここに入れるんだみたいな。そういう使い方してるんだ。だって逆なんだ。そう、逆でした。これ海藻です。自然由来のこう海藻、めちゃめちゃあれですよね、あの水分がすごい吸収する。まあ、そうなんです、そうなんです。もしかすると私がこれ買ってるのがちょっと普通よりも小さいかもしれないんですけど。あ、確かにこんな感じ。こんな感じ。なかなか見ないな、 YouTube で海綿をこうやってね紹介する。こんな感じの。なかなかしないですよね。これ今水を含んでないので結構硬い。あ、本当だ。硬いですよね。本当に硬いですね。硬、ね、くて、うん、そもそもどこで買うのか、まあ、さっきの薬局とかもですし、私はね、アマゾンとかで買ってます。あー、アマゾンとかだともう何個入りみたいなのがありますからね。そうそうそう、薬局で買ってました。ね、薬局だとか、あと私の場合、うん、まあ、ソープで炊いた時に、まあ、ソープが行って、うん、そのソープのお姉さんたちが、ご用達の薬局みたいな、うん、みたいなのがあるんで、そこで絶対売ってるんですよ、10個入りだとか。なんで、そこでよく買ってましたね。あとお店からもね、もしかしたらね、確かに確かにもらえるかもね、多いかもですね。うんうんうん、でもこれをどう使うのかなんですけど、よくある間違いとしてはこのまま行く。やめて。怖いよ。このまま行ったらめっちゃ痛いです。まず最初これやるべきことは、うん、カッティングですよね。あ、カッティングね、すごい大事。カッティング、え、してみます、カッティング。あ、ぜひぜひ。え、じゃあカメラの前で初めて私海綿をカッティングいたします。私の場合はですね、まず半分に切ります、はい、うんうん、で、そしたら、うんうん、まあ、こういうあの半月型みたいな形になるので、うんうん、ここの角っこですね、うん、ここをちょっとねカットしてあげる。うん、わかる、やります、やります。丸い感じで、あのなるべくね、角をね、角をね、切ってあげて、うんうん、ちなみにこれ、うん、あのゴミ箱の上とかでやるといいです。あ、そうですね。丸くね、角っこ切ったら、うん、そしたら水に含ませると超絶ちっちゃくなるんで、うん、そう、めっちゃちっちゃくなりますよね。だし、すっごい柔らかくなる。で、この超絶ちっちゃくしたら、それを膣の中に、奥の方に、うん、スポッと、もう一番奥、一番奥ですね、膣の中、はいはい、奥側に子宮頸部っていう、こういうなんかあるんですけど、うん、ここのところにパコってはまる。そうすると、ここであの出血した時に、ここの海綿があのストッパー代わりみたいな、うんうん、で、ここで生理の血が受け止めてくれるので、肌から見たら出血はしてない、うん、生理がないですよっていう状態になりますよね。うんうんうん、あ、私も店員になった時代があるので、めっちゃカットしてました。あ、そうなんですね。女の子。お寿司屋さん。でもなんか注意点としては、サイズ結構人によってなんかベストサイズありますよね。試してみてなのかなとは思います。中にはこれ1個なんか入れちゃう子もいます。おー、自分のね、その膣のね、サイズだとか構造によってはね、うん、半分だとなんか下に降りてきちゃうだとか、うん、あともしくはまあ生理 その出血が多い、うん、あ、確かに確かに、とかだったら丸々1個入れてもいいですし、うん、半分にカットしたやつをちょっと2個ダブルとか使ってる子もやっぱ中にはいらっしゃいますね、心配になったんで。実際使用後ですね、はいはいはい、そもそもやっぱりこう衛生的に何度か取り替えた方がいいとは思うんですけど、出すとき戸惑う子が多いのかなとは思います。そうですね、出すときにあの一番やっちゃいけないのは指にこうね、はい、ストップ入れてカーンと、それ無理ですから。やり方としてはね、はい、あのシャワーヘッド外して、うん、このあの蛇口のところを膣の中に入れてお水ガー出すと、その海綿が水分がブワーッて含んで、うんうん、下に降りてくるので、うん、それをちょっと手でクッとね。あとはインクリアとかちょっとこう、うん、ローションっぽいものを入れると取りやすいっていうのもあるかもしれないです、結構こう風俗店あるあるとしては、うんうん、スタッフさんにとってもとてもあるあるですよね。え、ありました。え、私やってもらったことないです。さすがになんか言えなくて、でも店長やってる時にやっぱいます。あ、トイレで、うんうん、そう、海綿抜き職人するみたいな。でもなかなかね、取れな
院って本当にありますか？あります、あります。対面入れて、うんうん、取れなかった時っていうのはちょっと店員さんに言っていただいたらね、うん、店員さんもあの初めてとは絶対ないと思うので、ね、慣れているので、うん、そんななんか別に感情なく見取ってくれると思いますし、まあ恥ずかしいとか、うん、まあそれでも取れなかった場合は病院に行きましょう。そうですね、病院行ったらそれは間違いないですね、うんうん、本当に残しちゃうのが一番危険。そうですね、そこからね、うん、雑菌が繁殖してね、患者とか窒息の原因とかに、ね、なってしまいますのでね、うん、はい。ちなみに私、うん、海綿プライベートで使ってました、はい、え？プライベートで？そんなことあるんですか？風俗で海綿を習って、あ、そんな便利なものがあるんだって思って、便利なもので、風俗のお仕事はまあ生理中休むじゃないですか、うんうんうん、でも1週間、まあ、暇だからちょっと遊びに行こうみたいな感じで、うん、でもまあそういう感じになったら、あ、やばいやばいっつって、うん、シュッて言うんですか？反対しないじゃないですか。なので、まあ、風俗嬢の方も今回の動画必見ですし、うん、まあ、確かに確かに、ヤリーな人たちも、うん、ヤリーな人たちもね、よかったら参考にしてください、ね、うん、365日反対したいっていう人はね、そうですね、ただもう大事にして、うん、あの体のこと考えて、あ、そうですね、まあ、1個覚えておくと、うん、それ緊急事態にも使えて、うん、ね、いいかもしれません、うん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 、そんな感じで少しは参考に、うん、いたら嬉しいです。それではこの動画面白いと思った人は高評価、チャンネル登録お願いします。またお会いしましょう。バイバイ。